皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。問題は全部で10問あります。制限時間は30秒です。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは営むという漢字です。自営、私営、営業、営利となります。時間内に分かりましたか？それでは次に行きましょう。2問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは学という漢字です。医学、科学、学生、学院となります。これは小学1年生で習う漢字ですね。3問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは見るという漢字です。意見、会見、検討、見本となりますね。それでは次に行きましょう。4問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えはつけるという漢字です。交付、給付、付け根、付帯となりましたね。わかりましたか？5問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。
終了です。答え合わせです。答えは情という漢字になります。愛情、感情、情緒、情報となりました。それでは次に行きましょう。6問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは安いという漢字です。激安、治安、安心、安泰となります。7問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは電という漢字です。感電、充電、電圧、電車となりますよ。8問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは絶でした。拒絶、根絶、絶叫、絶品となりました。わかりましたか。9問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは利という漢字です。金利、砂利、利益、利子となりましたね。それでは最後の問題です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは卒という漢字です。引率、
軽率、率直、率先となりましたね。時間内に分かりましたか？以上で問題は終了です。今回の問題は知の種のホームページで無料プリントとして公開していますのでご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。